ただいまは上洛へ合わせて東北地方太平洋沖地震復興祈願法要を大元位如来の前において無間上弁させていただきました。関東地域も電力の調整があり、如来の間、真如教師様ご金国の涅槃尊像は明日道場で厳守させていただきました。真如様の成就如来棒を持ち、東北関東、さらに信越や全国海外に及ぶ今般の震災において犠牲となられました方々の仏家菩提を追福し、被災者の息災安穏と罹災地の一日も早い復興を真如宗谷様、両道寺様と共に私心に祈願させていただきました。大震災発生以来被災されました方々、避難所などでご不自由な身に身を置かれている方、ご家族や親族友人の安否を気遣う方々の不安苦しみ悲しみを思いますと、本当に心が痛みます。この法要は絵所に帰れない方々のためにインターネットで発信させていただいております。被災地の皆様は聖地親園とつながっています。皆さんは決して一人ではありません。涅槃行では誰も皆等しく仏性を持っていると説かれています。それは人間が苦難を乗り越えていく力、可能性を持っているという意味です。そして仏は成就であると、御仏御親両道寺様はいつもそばにあって励ましてくださいます。正直心様は越えられない山はないとご心境されます。どんな試練にも慈悲と知恵を持って愛他の心で和合協力し、皆で乗り越えてまいりましょう。真如教師様は自分のためでなく皆様に奉仕するため生きる、これが私の生き方ですとおっしゃいました。現在国を挙げての人命救助復旧に尽力されている方々に敬意を表します。教団もサーブの緊急支援と真心の現金できうる救援活動を始めています。また朝から夜まで消防車、不明者への祈念を続けています。共に悲しみ共に泣いてくださるのが御仏御親でいらっしゃいます。涅槃密の安穏栄光によって亡くなられた方々にも成就の功徳が注がれています。真如教徒一丸となって復興に向けて頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。よろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございました。上洛に合わせまして本当に関東
東北関東大震災、大きな震災でとても多くの方々が亡くなられ、また被災されていらっしゃいます。で、教団もそのために今記念をし続けております。亡くなられました方々のご結婚も続けております。本当に避難をしてそこに身を置いている方々は、ご家族とか親戚とか、そうした方々の安否を気遣うのに苦しんでいらっしゃると思います。今ここにいらっしゃる中にも同じ立場にいる方もいると思います。ご家族親戚がいらっしゃると思いますけれども、それでもこの命があるということ、この命があるということは、やはり真如宗谷様、両道寺様、ご自分が他のために尽くしていくために与えていただいている命であり、そして真如宗谷様、両道寺様につないでいく、亡くなられた方々は上無縁に栄光の祈り運んでください。それから復興できるようにまた祈ってください。でも昔から災害とか戦いとか人災ですね、そうした自然破壊とかあるときには、昔の僧侶の方々は仏像を作り、そしてその祈願をし、祈念を込めて栄光をしてまいりました。今はあまねくに救いが渡っていかれますようの祈りと、できる協力をしていくことにお願いしたいと思います。これをもちまして、平成23年3月15日、上洛へ合わせて東北地方太平洋沖地震復興祈願法要を終了いたします。